2020年2月に新訳、源氏物語、最終巻が刊行され、2020年7月からは5年ぶりの長編小説、タラントがスタートした角田光代さん。その経歴や結婚、夫、旦那、子供、父親について、夫との馴れ初め、猫とと、源氏物語、現在の連載小説、タラントについてなど、気になったので調べてみました。角田光代さんのプロフィール。名前、角田光代、角田光代。出身地、神奈川県横浜市。生年月日、1967年3月8日。年齢、53歳、執筆時。学歴、早稲田大学第一文学部卒業。職業、小説家、翻訳家。経歴、角田光代さんは、1967年3月8日、神奈川県横浜市に生まれます。創新、創新、小学校、創新女学校中学部、高等学部を経て、早稲田大学第一文学部文芸専修を卒業。大学では、学生劇団、テアトロ50に所属します。大学在学中の1998年、ペンネーム、才川庵、才川庵図、名義で書いた、お子様ランチロックソース、で神木コバルトノベル大賞を受賞。大学を卒業して1年後の1990年、23歳の時、幸福な遊戯で第9回開演新人文学賞を受賞し、角田光代としてデビューします。開演は、若い女性の受賞が多く、23歳の目線で狭い世界のことを書いても、自分の言葉を持っていれば賞をくれる、思い、開演に応募したのだそうです。受賞歴、1990年。幸福な遊戯で開演新人文学賞を受賞しデビュー。1996年、まどろむ夜の UFO で野間文芸新人賞。2003年、空中庭園で婦人公論文芸賞。2005年、対岸の彼女で直木賞。2006年、ロック母で川端康成文学賞。2007年、8日目の蝉で中央公論文芸賞。2011年、ツリーハウスで伊藤正文学賞。2012年、神の月で柴田錬三郎賞、彼方の子で泉鏡花文学賞。2014年、私の中の彼女で河合駿物語賞。他、著書に、キッドナップツアー、愛がなんだ、探し物、熊ちゃん、空の剣、平凡、笹の船で海を渡る、坂の途中の家、など多数。プライベートでは、2006年に芥川賞作家の伊藤孝美さんとの結婚を発表。2008年に一部雑誌に離婚が報じられています。2009年10月、ロックバンドゴーイングアンダーグラウンドのドラマー、河野武宏さんとの再婚を発表。小説家を目指したきっかけ。角田光代さんが読書に目覚めたのは、小学校低学年の時で、人生で一番本を読んでいたと語っています。小さいももちゃん、長靴下のピッピ、メアリポピンズ、など、国内外問わず、子供向けの本を、自発的にたくさん読んでいたそうです。保育園の頃、早生まれだった角田光代さんは、みんなよりも小さくて、うまくおしゃべりができず、他の子とコミュニケーションが取れなかったのですが、本を開いていればとりあえず時間が過ぎる、ということが分かって、それから本を読むようになったのだそうです。小学校1年生の時に読んだ、イヤイヤ園、小さいももちゃん、などの、ももちゃんシリーズ、が特に好きで、大きくなったら作家になろう、と決めたのだそうです。大学時代、早稲田大学第一文学部の文芸専修というのは、創作家で、読書よりも書く方に重点を置いていて、宿題が小説や歌だったといいます。角田光代さんは、小説家を目指していたので、宿題以外にも、たくさん書いて先生に読んでくださいと送り続けていたのだそうです。結婚、夫、子供は、角田光代さんは2006年に芥川賞作家の伊藤孝美さんと結婚します。伊藤孝美さんは1971年4月5日生まれ、現在49歳。兵庫県神戸市に生まれ、1995年、早稲田大学政治経済学部に在学中に、助手席にて、ぐるぐるダンスを踊って、で、第32回文芸賞を受賞し、作家デビューとなります。2006年、
8月の路上に捨てる、で、第135回芥川賞を受賞します。2008年に、週刊女性により、二人が離婚していたと報じられています。その後、2009年10月20日に、Going Underground のオフィシャルウェブサイトにて、河野武洋さんのメッセージにより、角田光代さんとの結婚を発表します。二人は10月に挙式を行い、結婚したことを報告、互いに尊敬し合い、助け合いながら、今後はより一層の努力を持って、それぞれの活動を続けていきたいと思っています、とのコメントを掲載しています。角田光代さんに子供はいるのか、調べてみましたが、そういった情報は見つからず、一度目の結婚は約2年間ということと、河野武洋さんとの結婚後も出産という話は出てこないので、お子さんはいらっしゃらないようです。河野武洋さんは、1978年9月18日生まれ、現在41歳。埼玉県上尾市に生まれます。1994年に、ロックバンド Going Underground に加入。ドラムスを担当します。2001年にメジャーデビュー。2006年、初の日本武道館公演を開催。2009年には、ソロ活動を開始。松たか子さん、藤井フミヤさんらに楽曲を提供。2015年1月31日の渋谷公会堂でのライブを最後に Going Underground を脱退します。アーティストへの楽曲提供、ドラマ、映画、演劇などの音楽の作曲、演奏を行います。次ページ、角田光代さんと河野武洋さん、二人の馴れ初めは、猫、ととについて。二人の馴れ初めは、二人が初めて出会ったのは、2003から2004年頃、角田光代さんの以前の職場で、作家同士で開いた飲み会に、河野武洋、当時25歳、さんが参加したのがきっかけでした。河野さんの角田さんへの第一印象は、面白い人、目がすごい、大きな目の印象が強い、でした。角田さんの河野さんへの印象は、肉が好きじゃなくて白身の魚が好きだというので、覇気のない若者だな、わら、でした。角田光代さんは出会った当時は、前の結婚をしていて、河野さんも付き合っている人がいたので、お互い特別なことはありませんでした。その飲み会で、中村浩さん、長島優さん、島本理央さん、栗田幸さん、河野武洋さん、角田光代さんの6人で、互助会を作ったそうです。フリーランスのみんなで、病気をした時に見舞い金を包むとか、賞にノミネートされて落ちたら、みんなでおごるなどしようという、互助会、とのこと。河野さんのライブには、互助会のみんなで行くようになります。その頃、河野さんが、日本が好きで何度か来日していた香港の女の子と、新宿の居酒屋で出会い、熱烈な恋をしており、互助会のみんなで恋の成就を応援します。河野さんは2年ほど香港に通いましたが、2007年に完膚なきまでに振られてしまいます。互助会のみんなで、河野さんを慰めますが、1年くらいは抜け殻のようだったそうです。一方で、互助会のみんなが、今度は、角田さんと河野さんをくっつけようとしたこともあったそう。角田さんはその頃離婚したところだったので、失恋した河野さんと、離婚した角田さんと、傷ついた二人が身を寄せ合うことになりました。ある時角田さんが、河野さんに離婚することを伝えたら、自分も本当に辛かった、人と別れることは耐え難く辛いことだと思うけど、頑張ってください、と河野さんは言って、その後、角田さんが、もう離婚した、と話したら、じゃあ、今度誘ってもいいですか、と言い、もう、いつでも、と角田さんは答えたのだそうです。その時角田さんは、離婚をめぐるいろいろなことで大きくダメージを受けていて、今の状態から救い出してくれるのであれば、半年後に私を見捨てていなくなってもいい、とにかく今一緒にいてくれれば救われる、という気持ちだったのだそう。そこから結婚まで、半年ほどだったそうです。角田さんは、以前は結婚には否定的でしたが、だんだん否定する気持ちはなくなっていったのだそうです。二人は、週に1、2回は外に飲みに行っていて、二人で訪れたお店を、それぞれがエッセイに綴った共著、もう一杯だけ飲んで帰ろう、が、2017年11月に出版されました。
猫、トト、角田光代さんと河野武宏さんの家にいる猫、トトは、アメリカンショートヘアのメス。現在10歳です。2010年1月6日に、漫画家の西原理恵子さんのところで生まれて、3ヶ月後に、二人の家に来ました。2008年に、ある仕事で西原理恵子さんと一緒になったとき、うちの猫が子供を産んだら、欲しい、と聞かれ、欲しいです、と即答していたそうです。その時、角田さんは、自分が何か決断をしたのではなく、自然と向こうからやってきた、という感じだったのだそうです。角田さんは、猫を飼うのが初めてでした。河野さんは、20歳くらいまで、ずっと猫を飼っていたそうです。トトの性格は、温和でおとなしい、ちょっと暗くて、天真爛漫さには欠ける、わら、と評しています。2015年には、人生で初めて飼ったトトとの生活を綴ったエッセイ、今日も一日君を見てた、を出版しています。次ページ、角田光代さんの父親や、新訳、源氏物語、について&現在は。父親、角田光代さんは、エッセイなどで母親のことはよく書かれていますが、父親のことは滅多に書かないそうなのですが、なぜかというと、角田光代さん自身が、父親のことをよく知らないからなのだそうです。角田さんの父親は、角田さんが17歳の秋に亡くなっています。よく知らない父親のことで、いくつかの思い出があるといい、その一つが、白菜、でした。典型的な昭和の人間、だった角田さんの両親は、父親は家事を一切やらない、母親も父親にやらせない、という家庭だったのだそうですが、唯一、冬場に白菜の漬物作りを父親がやっていました。母親曰く、自分が食べるから、自ら漬物作りをしていたのだそうです。父親が亡くなってからは、白菜を漬ける人がいなくなり、白菜漬けはたまに食べるくらいになりますが、冬になり、大きい白菜を見かけると、父親のことを自動的に思い出すのだそうです。源氏物語、2020年2月、角田光代さんは、源氏物語の現代語訳の最終巻を出版しました。源氏物語、現代語訳は、与謝野晶子、谷崎潤一、田辺聖子、瀬戸内寂聴など、時代を代表する作家たちが挑んできました。2014年11月に、第1巻、古事記から刊行を開始した、池澤夏樹イコール個人編集日本文学全集、全30巻の最後を飾るのが、角田光代さんによる新訳、源氏物語、全3巻です。2020年2月27日に、完結巻の、源氏物語下が刊行されました。角田光代さん訳の特徴は、敬語をほぼ排して、今までの現代語訳ではすんなりと読み込めなかった細部までが読めるのが特徴と言われています。角田光代さんがこの仕事に、長編小説たちを宣言して、5年の時間を費やしたと言います。当初は3年ほどかかるくらいに思っていたそうですが、読み込んでいくうちに、3年では全然足りない、とても大変な作業だったと言います。現在は、2020年7月から、読売新聞朝刊の連載小説、タラントがスタートしています。現代語訳、源氏物語に専念した後の、5年ぶりの長編小説です。新作の主人公は、香川のうどん屋が実家の女性です。主人公みのりは、18歳の大学進学とともに上京。結婚して現在は洋菓子店で働いています。40歳を前にどこか中ぶらりんな彼女の日々と、思春期を迎えた中学生の老い、片足がない90代の祖父との交流を書きながら、戦争やパラスポーツなどのテーマを織り込んでいく、というストーリーです。タラントとは、聖書にも出てくる言葉で、才能、賜物という意味です。読売新聞の連載は、2005年から2006年の8日目のセミ、以来2回目となります。ファン待望の長編小説、これからの展開が楽しみです。以上、角田光代さん。
응이래. 가.
年賀福。